りは始まります。ポケモンの世界に起こるいろいろな事件を解決しながら、出会ったポケモンたちとの絆を結び、自分がポケモンになった本当の理由を知ることになります。冒険の舞台は仲間のポケモンと共に挑む不思議のダンジョン。入るたびに形が変わるダンジョンでは、さまざまなポケモンとの戦いが待ち受けています。仲間の力を集結して周りの敵に大ダメージを与えるみんなでアタックや、技をたくさん使うと成長してパワーアップするなど、今作から加わった新しい要素でさらに奥深い戦略が楽しめるようになりました。さらに Nintendo 3DS のカメラ機能を使って身の回りにある丸いものを撮影すると、それがダンジョンの入り口に変わるという新しい遊びも搭載しています。日常生活にあるさまざまな丸いものが無限に広がるダンジョンにつながっていきます。また今作では冒険の拠点となるポケモンパラダイスを開拓することができます。スタート当初はただの荒れ地のこの場所を、いろいろな依頼をこなすことでもらえる材料を使って木の実のなる畑を作って耕したり、ポケモンたちの技を鍛える施設を作ったり、自分好みに発展させていくことができます。そして本作を気に入っていた